はい、皆さんどうも、みつたろうです。妖怪ウォッチ3、すき焼き実況プレイやっていきましょう。さて、ちょっと変えてきました。ニャステトを、太郎に変えてきました。まあ、せっかくなんでね、マイニャン使ってみようかなと思って、マイニャンを入れてきました。で、マイニャンなんですけども、冷静なんだよね。とりあえず、壁要員として、一体、久しぶりっていうかね、いつも壁要員ってあんま使わないんだけど、ウォーキングデッドを要は物理アタッカーにして、太郎の方を、まあ、タンクというか、そういう形にしようかなと思ってます。で、一応、強化をして、守りに特化させております。で、スキルは神秘の6個で、トイリッツクが効かないようにして、必殺技でゴールデンニアンダー全体、味方全体の全スタンスをダイアップ。っていうサポート型ですね。で、あとはね、一応、オロチはそのままだけど、他の百鬼姫とか、みんな、物理、てか防御を上げようかなと思ってます。この陣形だととりあえずいいんだけど、どうしようかな。全部マイニャンが受けてくれるんだけど、全体攻撃があった時に守りを、あった方がいいかな。こう見るとね、鍵オロチの守り18ってやばいよね。とりあえず一応守りアップにしてます。力ダウンの守りアップにしてますね。ちょっとここら辺はまたちょっとやりながら変えるかもしれません。なんかね、今までも最後の方はさ、攻撃力アップ系から守りアップ系にしてたような気もするんで、そんな感じでやっていきたいなと思います。で、ウォーキングデッドを後ろに下げております。物理アタッカーが必要になりそうな時は、ウォーキングデッドそのまま出していきます。で、今回、ネットで調べてて分かったんですけど、前回頭脳的とかにすると妖力が上がりやすくなって、荒くれにすると攻撃力が上がりやすいみたいなのがあったんですけど、どうやらね、今作は関係ないらしいんですよ。ただ、性格上、攻撃しやすくなる妖力、妖術を使いやすくなるっていうだけらしいです。傾向が変わるだけらしい。で、マイニャンが、なんだっけな、冷静、頭脳的、荒くれ、短期ぐらいしか変えられないんですよ。で、他の献身的とかに、ね、変えることができなかったんですよね。本当はこれガードを良くするってやつにしようと思ったんですけど、それは変えることができなかったです。なんかそれもね、妖怪ごとによって、この妖怪は、例えばね、ウォーキングデッドは荒くれとかになるけど、頭脳的とかにならないんですよ、確か。妖怪ごとになる性格とならない性格っていうのが決まってるらしいです。確かね、そう、ウォーキングデッドとかできないんですよ。で、太郎がガードの攻めが慎重。これもできないんですよね。だけど、ウォーキングデッドはできるよ。まあ、多分、あれかな、種族とかにもよるんじゃないかなと思います。さて、ちょっとお時間取りましたけども、早速進めていきましょう。ニューヨーマシティのヨップルストアに行こうというところですね。私のリムジンでニューヨーマシティに出発しますかと。はい。お、いた。カバオくん。はい。お待ちしておりました。お話は社長から伺っております。それではもうしばらくこちらにてお待ちください。改造ってどれぐらいかかるのかな？ロケットエンジンをつけるわけですが、時間かかりそうですよね。けどあんまりもたもたしてるとまた黒服がやってきそうだよな。ごくご、なんとかさんも何をするかわかりませんしね。ああ、ごくごゴッドファーザーだに。けどできることもないし、気なかりますにゃーん。もう終わった。みんな待たせたな。もう早すぎるのに。やっぱりスピードは大事だよね。ユーザー待たせるなんて、ナンセンスさ。それで肝心のワイシャークはどこにゃ？姿が見えないみたいですけど。あ、もうすぐ来るよ。きっと、あれを見ればみんな驚くはずさ。飛んできたぞ。うわ、原型をとどめていない。どうや、この新型ボディ級からワイシャークエアーや。後ろのロケットエンジンがめっちゃイケてるやろ。後ろがあれだね、ゴールチェッカーなんだね。前がなんか覆面みたいな感じだって。かっこいいだに。動作に問題はなさそうだな。我々の技術の粋を集めたんだ。当然の結果だろう。いい仕事ができてよかったよ。今回の共同作業は私にとって大きな収穫だった。そしてチームの力になれて私はとても満足しているよ。さ、博士、サンキューベリーマッチだに。ほな、行きまっか。午後のいるビルのバリアを壊して中に乗り込むんですね。
ワクワクしてくるな。でも本当にドリルでバリアが破れるんですかね。何に心配 しなさんだ。ワイは誰やと思ってるんや。ワイはワイシャク、ワイのドリルは天突とバリアを貫くドリルやで。限定的。よくわかんないけど、いいね。準備ができたらワイ逃げですぐ突入するさかいな。おっしゃ。おぉ、乗り込め。ワイの回転はバッチリ、いつも行けるで。さあ、あのドリカイビルに突入しようか。うん、突入しちゃって。軽いぜ。みんなワイのかっこいいとこしっかり見といてや。地中に潜ってガガガガッと進んであのビルにドーンと突っ込むさかい。エアーなのに地中を。普通に地上を進んだ方が早いな。これがワイのスタイル、行き止まないや。なんかわかります。かっこいいです。ドリルはやっぱ掘らないとね。いけー。おぉ、すげえ穴開けた。なんかあれだね、ニューヨーマシティの地下が大変なことになりそうですね。あ、外車だからあれなんだね、左ハンドルなんだね。ワイシャクいい子してるよな。刺さった。え、あれ刺さってもうた。シャクちゃんダメなの。諦めるな。スタイシャクヒーローは信じるんだ。君なら必ずバリアを突破できる。イーローハン、よっしゃ。あ、なるほど、シャーク自体が回るのね。ドリが回んないから。スカイシャリーも後ろから押してあげた方が良かったんじゃないかな。おお、あのこの回転の勢いでさ、そのままビルに突っ込んでビル破壊するっていうオチがあったら面白いなってちょっと思ったんですけどね。そのまま下に一緒に砕け散りましたね。あ、さきちゃんがいる。オッケー、やるじゃない、見事でござる。よーし、あとはあのビルに突入するだけだぜ。レッツゴー。ワイシャーク大丈夫かな。俺様たちも相手に続くぞ。おっと、ちょっと待って、バスターズハウスから通信が。大変であります。大勢の黒服たちが街中暴れていられます。どうやらまだやるべきことが残っているようですね。緊急連絡、ニューヨーマシティで戦う全ての妖怪ヒーローたちに告げ、ビル内の突入、あの少年たちに任せ、我々は黒服から街を守ることに専念する。あの、このニューヨーマシティ、私たちの街は絶対に守りきるよ。そしてさっさと片付けたらすぐにあの子たちに追いつくんだ。フラグ、我々私たち妖怪ヒーロー、すいません、かぶりました。カクリーたちがいるぞ。見えてんのかな、あれ。ニョキニョキ入るビルにそれに突っ込む巨大ザメ。おまけに街中は黒服だらけ。こいつどういう状況。どうやらこの街に大きな危険が迫ってるみたいだね。妖怪とかいうこの街の不思議な住人たちといい、実に興味深い。見えるんだね、妖怪の街に来ちゃえば見るってことなのかな。一体何を言ってんだ、あなた、あなた疲れてるのよ。僕たちも同じ黒服じゃないか。なるほど、きっとバレずに潜り込めるはずだ。根拠のないあなたの自信はさておき、どうしてビルに入るわけ。カークリー、僕の見解を聞きたいかい。状況が状況だから一応聞いておくわ。君も置いているはずだ、このビルの上に飛来したあの物体を。僕の考えが正しければ、我々が追い求めた Wi-Fi ファイルの答えがここにある。あ、あなたにしたは珍しくまともな見解だったわね。確かにあれが絡んでいる以上、操作する必要があるわ。行きましょう。どうやって入ったんだろう。なんか変なヨップクみたいなのがな。ビルの内部に突入成功だぜ。なんだかワクワクするところだな。ウィスパーが、まさにラストダンジョン、クライマックスって感じですね。二人とも橋の上席ついていくのがやっとだったんだけど。ワルボブレイフワイ、お前らよく来上がりました。お帰りくださいませ。ここにもご案内ロボットがいるんだ。ロップ君とはちょっと違うみたいですね。ていうか今帰れって言われたよね。ここまで来て帰らないにゃ。ではご用件を言い上がりくださいませ。ゴゴゴゴッドファーザーのところに連れてってくれよ。最上階はご案内できねえです。
ご案内ロボットじゃないの？お客様、上を見上がってください。エレベーターの上にルーレットがあるのがわかるか、この野郎。ルーレット何に使うのに？あのルーレットを回すことでどっから上に止まることができる。ってことはどこに止まるかわからないってことか。そういうことっすね。まあ、カジノだよね。カジノのルーレット？じゃあどうやって行けばいいのに？ここにはゴーゴーゴッドファーザー様が想像され、なされた様々なフロアがある。その中でも特別ドリームなフロアが7つ存在しております。それを全てクリアしてきやがったら最上階への扉が開くでしょうよ。つまり、ゴーゴーゴッドファーザーのまず最上階に行くためにはエレベーターで特別な7つのフロアを訪れる必要があるということですね。とりあえず適当に乗ってみようぜ。はーい。うーわ、キークエストが7個あるってことこれ。7つのドリームコー、宇宙車です。オッケー、とりあえず雲外鏡があったから。でも7つってことはあれだよね、今までのボスもう一回復活するんじゃねえかな。7体ぐらいいたよね。マイヤやっていきましょう。マイニャンのルーレット回す。とんでもねえな。あ、そうか、555ね。ああ、なんか色が違ってるところがあったから、そこに止まればよかったのかな。これどうなるんだろうね。今何階だったこれ。このフロアに悪そうな妖怪の毛がビンビンしますよ。ピンポン、ここはデンジャラスフロア。ここに連中すべて倒すまでルーレット使えないか、そのつもりで。マジか。あ、でもそんなにいなさそう。あ、2体しかいないのか。あ、カッパーじゃん。まず、あ、戦ってみましょう。いけ、デビュー戦だ。ドケチング、ん、ドケキングと、なんだって暇人か。あ、でもそんなにやっぱ強くねえな。大竹列太郎が死ぬ。アクロバット、これ行きながら攻撃を見ました。そっか、防御高いけど妖術はあれかな、あんまり攻撃しぶんねえな。あ、太郎がお亡くなりになった。おかしいな、俺が想像したのとちょっと違うな。ドケチングで合ってるんだよな。まあ確かあれだよね、味方のいい効果を取っちゃうんだよね。クソだ。そっか、太郎が意外とダメージが大きかったな。俺の想像したのとちょっと違う感じだな。スターバーガーデラックス。一回やられちゃうと HP1 になっちゃうから、早速もう引っ込めなきゃいけなくなってしまった。46回デンジャースフォア。必殺技を使うかどうかか、ゴールデンニャンダー使っときゃよかったな。あ、同じですね。じゃあ、ブラスター使おう。てか、不思議カッターしかねえや。上の二人が同じような軌道を描いてるから、あそこ狙いでいいんでしょう。そうすれば大体当たるよね。これさ、重なってる時って2人に当たってんのかな。あ、でも2人なんか食らったエフェクト後ろでうーってやってるから、2体に当たってんだろうな。あ、当たってんね。味方ばかりよ、こいつ。じゃあ引き出す技じゃなくてお払い。あー、剥がせデビルさん。どこでも剥がせデビルさんの方がまだ楽か。クソか。ちょっとスレとかの方がね、意外と時間かかんねえな。ゴーギングデッドの方が安定するな。
この村にいる連中すべて倒しまったようだな。これでまたルルドが待てるようになったんですね。ああ、めんどくせえが、とっと待ちやがれ、この野郎。こう一回出たフロア、1、2、3、4、5、6、7、やっぱあれだね。色がオレンジじゃない、緑のところだと、それが多分キー系のところなのかな。で、多分一回出たところは多分もう出ないんだろうから、最悪全フロア回ればいいってことでしょ？いやー、だるい。まあラストダンジョンだからね。さて、また太郎、頑張ってもらおう。で、HP が低いのか？ 176、あー、やっぱ HP ちょっと低めだよな。まあ能力値的にはアタッカーで使った方がいいみたいな感じのことを書いてあった気がするんだよね。サルレトマス。ああ、絶対あが、どうあがいても無理なやつじゃん。右に集まってんだからさ、左に行っちゃったらダメだって。これ全部倒さなきゃいけないのかな。さすがにそんなことは。各部屋ごとに、あれが決まってると思うんだよな。パンパカパン、やったじゃねえか、この野郎、顔文字。なんすら？ラッキーフラワーの到着だ。お宝がっぽりゲットしてきやがれ。ほんとに？もんげー。ラッキーフラワー。お宝あんの？あ、ほんとだった。11、豪気な腕は。なんか防御アップ系欲しいんだよな。あんまりいいのが1個しかないの、もしかしてこれ。あ、1個しかない。2つぐらいあってもいいじゃないか。あ、1個しかないのか。まあいいや、当たりだったってことですね。はい、じゃあルーレット回します。目押しできるかなと思って右の方で適当にやってみたんだけど、ダメだったね。ランダムかな。ピンポーン、5回。デンジャラスフロアか。あ、なるほどね。一回止まったところは教えてくれないんだ。これ上に行けば上に行くほど敵強くなったりするのかな。あ、なんかそっぽいな。静電気。あ、でもあんま変わんないか。え、ブラスターがあるときはブラスターどんどん使っていった方がいい気がするよね。もうちょっと極楽の術使ってくれるかなと思ったけど、そうでもない。やっぱ妖術に弱いな。そうか、取り付くは効かないから別に問題なくて。静電気、移動すると妖力回復。へー、妖術めっちゃ食らうな。自己嫌悪。あ、仲間になりやすくなるってやつですね。なんかやっぱ必殺技かな、微妙だな。いいね、今回はなかなか回復を使ってくれる。雷神やっぱ効くな。静電気スパーキング。ああ、なるほどね、マップに干渉してくるんだ。そういう方がいいのかな。あー、クリーナーが。あ、暇人だ。ブラスター、不思議の陣。そうか、妖術アップしたのか。マイニアンのね、種族を 何でも変えられるから。さて、高血ショットガンかな。ショットガン、普通の雑魚敵だったらこれでもそれなりのダメージは出るんじゃねえかなと思うんだよね。ねえ、友達モードになってるんですが、道理で今おかしいなと思ったんだよな。くそー、友達モードじゃダメージ与えらんねえじゃねえか。友達になる気満々だ。おお、興味津々だ。こちらに興味を持ったから
まあ、初めて見たか。必殺技使ってみるか。まあ、移動はされるだろうけど、やっぱり意味ねえな必殺技な。こんなにも暇な世界。あ、床解除。へー、やっぱり必殺技が正直いらないよね、これ見た感じね。もったいないね、必殺技の意味とは。結局避けられちゃうから意味ないんだよね。大抵の移動に合わせてやったとしても溜めるまでの間にまた戻っちゃうから、あんまり意味ないよな。対人戦とかだったら操作の関係上で操作ミスっちゃったりとか、すぐ移動しなきゃいけなかったりするからあると思うんだよな。やっぱり必殺技に関しては前のシステムの方が良かったかもね。お前が仲間なんのかよ。自己嫌悪。自己嫌悪。あ、ウサピョンがいる。